吉田勉発見動画チャンネルの吉田勉です、今日は町田市議会本会議をやっておりましたが、この急な大きな揺れで、本会議場をとりあえず退しました。本会議場が一番震災対応力がないと言います、これは議長室です。そして今この議場とこの煙はこれが出てます。廊下の継ぎ手部分がここにあります。これはこちらは各開発室と、こちらは本会議場の継ぎ手の部分ですが、ここに中空にこんな大きな空きが出てます。継ぎ目部分が出てます。それぞれ今代表皆さんしております。この部分が一番大きい。ここはすごい。これはそうそうそう、この上に置いとかないと。これはすごいね。今ずっとこの白煙が出てる状態です。新庁舎ちゃんとしなきゃダメだよ。ほらほらほら、まあ、ちょっと議長が今話しかけてますが、非常にこの渡りの部分が危なくなってます。落ちますよ。